イオンのソーラーパネルレイクタウンアウトレット風船より森船を望む4レイクタウンは埼玉県越谷市レイクタウンにあるショッピングセンターである。管理運営者はイオンモール株式会社 JR 武蔵野線越谷レイクタウン駅北口駅前に立地する。風船、森船、アウトレット胸の3船で構成される。デベロッパーはイオンリテールとイオンモールが共同で担当。 当初は、風船はイオンモールが運営、管理し、それ以外はイオンリテールが運営、管理していたが、2013年1月1日からはイオンモールに一本化された。2008年9月26日よりソフトオープン、10月2日よりグランドオープン。風船、森船を合わせると245,223平方メートルの商業施設面積。 1400台の駐車場及び7100台の駐輪場を備えた超巨大ショッピングモールである。3棟をそれぞれ3つのショッピングセンターとすると、4モールの基幹店である。4モール幕張新都心が国内で最大の店舗面積を誇るショッピングセンターになるが、3棟を合算して1つの商業施設とすると、4レイクタウンが店舗面積でダントツの国内1位となる。 越谷市の都市計画事業である越谷レイクタウン地区計画の一環として田畑や湿地帯を造成してできた広大な区画内に建設当初の予定では越谷レイクタウン駅の開業に合わせ2008年春のオープンを予定していたが建築確認の手続き等の遅れにより同年10月2日オープンへと変更されているイオンレイクタウン前系レイクタウンへと書くテナント 専門店、FM ナック5、ザナッティラジオ上に、魂木曜日のコーナー、中立里のちさトークで、中立里本人が、毎週一点に取材に入り、その様子は番組中で放送される。2015年9月24日終了したが、変わって、同年10月1日から始まった、向井地ビオンのみ、オンタイムに引き継がれた。やはり、向井地が、 毎週一点に取材に入り、コーナー中で紹介する。各テナント専門店来店当日に、スイカやパスモなどの IC カードを使って、コシガやレイクタウン駅まで鉄道を利用し、森胸、風胸、アウトレット胸にそれぞれ設置してある、サービス端末に利用した IC カードを読み込むことで、運賃に応じたグリーンスコアを貯めることができる。ありがとうございます。